2022年11月11日にウクライナ南部ヘルソン州において、3月にロシア軍よって占領されていたヘルソン州の首都ヘルソン市をロシア軍が放棄したみたいだね。ウクライナ軍が奪還してから1週間が経ったけど、その後は両軍ともに大きな動きはないよね。ああ、そのまま東部戦線、南部戦線ともに局所的に激戦が展開されているな。そうだね。さて今回は、東部ドネツク州において激戦が展開されていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ヘルソン州ではロシアがウクライナ侵略を開始した2月24日以降、クリミア半島から進撃してきたロシア軍部隊が、ヘルソン州を二分するかのように流れる大河ドニプロ川ドニエプル川と化する前に、ヘルソン市にかかるアントニフスキー橋とそのそばにある鉄道橋を爆破してドニプロ川で防ぐ作戦であったものが、ヘルソン市の行政組織や検察組織やウクライナ保安庁 SBU 内の上層部にロシア側の協力者がいたために、ロシア軍が迫っていたにもかかわらず橋を落とさずやすやすと溶かさせてしまい、ヘルソン市は陥落し、ドニプロ川西岸のヘルソン州及びムイコライウ州を広く占領され、一時はムイコライウ州の州都ムイコライウ市の近郊にまでロシア軍が迫っているんだって。しかし、3月になるとウクライナ軍は圧倒的な戦力差のあるロシア軍の進撃を止める抵抗を見せ始め、足りない戦闘機や戦車、重火砲などをトルコ製の攻撃ドローンバイラクタル TB2 や、西側諸国から供与された携帯式の対戦車ミサイルジャベリンや対空ミサイルスティンガーをうまく活用してロシア軍を苦しめたことによって、首都キーウに迫っていたロシア軍をロシア国内やベラルーシに撤退させ、東部戦線ではウクライナ第二の都市ハルキウを守り、南部においてはムイコライウに迫っていたロシア軍部隊を押し返していたぜ。あれだけ圧倒的な戦力差のあるロシア軍の攻撃を止める抵抗をウクライナ軍は見せてドローンやミサイルで撤退させて押し返したのはすごいよね。ウクライナ軍はその間に愛国心に燃えて軍に志願するウクライナ人に訓練を施して部隊を練成し、西側諸国から供与された最新兵器である高機動ロケット砲システムハイマースや、北大西洋条約機構NATO各国からも供与された自走式、牽引式各種の 155mm 榴弾砲とそれらから発射可能な、GPS 精密誘導で 90km もの長射程距離を持つロケット弾 M30、M31 や M982 エクスカリバー榴弾砲弾によって、ロシア軍の兵站施設や補給線に打撃を与えて弱体化させ、反転攻勢に転じたのだったんだって。8月末にハイマースなどによって弱体化したロシア軍を掃討するとの宣言を南部戦線において行ったが、これはロシア軍を引きつける陽動作戦で、ウクライナ軍にとっては虎の子的存在の機構部隊を東部ハルキウ州に投入して攻勢に転じ、驚いたロシア軍を瞬く間に改装させてハルキウ州を奪還し、現在はドネツク州とルハンシク州において慎重に非占領地奪還作戦を展開しているらしいぜ。そして、南部ヘルソン州の戦線においては、ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していたロシア軍部隊をドニプロ川まで追い詰め、進退極まったロシア軍は11月11日にヘルソン市を含めてドニプロ川西岸から東岸に撤退し、ウクライナ軍は3月以降ロシア軍に州都として唯一占領されていたヘルソン市を奪還したのであったな。その後22日までの間については東部戦線も南部戦線も大きな動きはなく、南部ではドニプロ川を挟んで睨み合う形となっており、東部戦線ではルハンシク州西部をウクライナ軍が少しずつ東に戦線を動かしているものの、ドネツク州ではバフムートで逆にロシア軍が攻勢に出ているとされているよ。ここ10日間ほどはロシア側と西側諸国からの情報ばかりで、ウクライナ政府や参謀本部、軍が発信する戦況に関する情報がほとんどなく、ゼレンスキー大統領もビデオ演説などで多くを語らないよね。この状況は8月末から9月にかけてハルキウ州奪還作戦を展開した際の状況に似ており、ウクライナ軍による統制によって情報が遮断されている可能性が指摘されているな。そして、ロシア側から入ってくる情報についてはこれまでのような旧日本軍の大本営発表的なフェイクが盛り込まれたものではなく、ロシア軍の苦戦を素直に伝えるものが出てきていることが興味深いとする声が上がっているらしい。そうなんだね。どのような感じで情報が出てきているの？特に、侵略開始直後には言論統制を受けていたとみられるロシアの独立系メディアからの情報発信が活発になっていて、11月にとある独立系メディアが、
東部戦線において9月21日の部分的動員令によって動員されたロシア軍の動員兵部隊が、500人以上の戦死者を出したと報じるなどしているんだよ。ただこの報道に関してはロシア国防省が否定する声明を発したのであるが、ロシア軍の動員兵たちがろくな訓練を受けず、満足な装備を持たされずに最前線に送り込まれて戦死者が増えていることが、SNS などに投稿されていて全くのフェイクニュースではないと見る向きが多いな。この独立系メディアはビョールストカと呼ばれていて、5日に動員兵の生存者の話として、11月に最前線に配置され、塹壕を掘るように命じられたものの、570人の部隊にシャベルが満足に与えられないまま、ウクライナ軍の激しい砲撃を受けて500人以上が戦死したとの証言を報じたのだとなっているよ。その一方でウクライナのゼレンスキー大統領は11月20日のビデオ演説において、東部ドンバス地方のルハンシク州の戦線ではロシア軍の攻撃が激化しつつあって、20日だけでも400回近い砲撃を受けたと述べているよ。そして大統領はさらに、これまで同様、最も激しい戦闘はドネツク地方で行われているとした上で、ドネツク州では天候悪化のために20日の攻撃は減少したが、ロシアからの攻撃は残念ながらまだ毎日のように行われ非常に多いと語ったみたい。ロシア軍は、ヘルソン州のドニプロ川西岸から撤退させた部隊を東岸において再編成させた後に、その大部分をドネツク州に転戦させたとみられ、ウクライナ軍がリマンを奪還するなど有利に展開していた戦況が次第に膠着しつつあるものとみられているな。ロシア軍の移動については、ヘルソン州とザポリージャ州に展開している部隊を合わせて再編成しているとの見方があり、ウクライナのレズニコフ国防相はロシア軍は正規軍の中でも指揮トレンドが高い空挺部隊、特殊作戦部隊、海軍歩兵などを集めて精鋭部隊を構成しており、その精鋭部隊の大部分はザポリージャ州のメリトポリに再配備されているものとみられるとしたほか、一部の部隊をベラルーシとの国境に移動させて首都キーウ方面に再び侵入しようとするかもしれないと指摘したんだって。その一方で、ロシア軍のスロビキン総司令官が、ヘルソン市の市首を言命するプーチン大統領に対して、ヘルソン州の州都ヘルソン市を含むドニプロ川西岸に展開していた部隊を撤退させる代わりに、ドネツク州を完全制圧することを約束したとの情報があるぜ。ゼレンスキー大統領が指摘したように、ドネツク州における戦線が激戦となっていることが、再編された部隊をドネツク州に配備することをプーチン大統領に約束したとされる、スロビキン総司令官の動きを裏付けているとの見方が広がっているみたいだな。ドネツク州では民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊がバフムートで攻勢に出ているなど、ウクライナ軍が押され気味の地域もあり、ここにヘルソン州から撤退した2万とも3万ともされる大部隊が投入された場合は、ドネツク州のウクライナ軍がさらに劣勢に立たされる恐れがあるとする声があるらしいよ。しかしながら、ロシア軍が再編した部隊をすべてドネツク州に送った場合、東部戦線のウクライナ軍がその攻撃に耐えることができるなら、ウクライナ軍は手薄になっているヘルソン州の南半分を奪還して、占領されているザポリージャ州のメリトポリやアゾフ海沿岸のマウリポリなどの諸都市を解放し、クリミア半島を孤立させることが可能になるとの指摘もあり、ここから厳冬期までの間の両軍の動きに国際社会の注目が集まっているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。